未来世紀のランタオ島でブレイク現象が観測されたんですって。またバトルロイヤルが起こってるのかと思ったんだけど、ちょっと違うみたいなんだよね。ランタオ島のブレイクミッションだとガンダムファイトだったわね。大変だったユノ、大変だった兄貴。まさかまたガンダム大集合じゃないでしょうね。それで済むならマシかな。複数の歴史データが侵食されてるんだよ。前よりも大規模なガンダムファイトが起きるの？規模というか系統が違うんだよ。ハロ先輩、モニター出してくれる？ランタオ島アクセス、現在のランタオ島。え？現時点でこのイリオンステーブルからブレイク現象が確認できるってこと？その通り。これが通常のランタオ島なんだけど。ええ、覚えてるわ。歴史を超えたガンダムたちが集まっていた。で、これが観測できた今のランタオ島。何この不気味な感じ。それに奥にあるのは塔？前は城があった、ジャパニーズキャッスル。あれもそもそもおかしいんだよ。小隊長さんも覚えてるでしょ、武者ガンダム。そう、 AI ではなく己の意志を持ったガンダム。独特なノリの侍だったわよね。さすが小隊長、覚えてる、よく覚えてる。あのお城は武者ガンダムの歴史のものであって、ランタオ島には本来存在しないものなんだよね。ブレイク修正によって消えた日本のお城。じゃあ今回現れた塔は？間違いなくスダドアカワールドのものだよ。意志を持つガンダムの世界。武者ガンダムをはじめとして戦闘でうやむやになっちゃってたけど、聞いておいた方が良さそうね。ガンダムワールド、ガンダムワールド。イエさん、姉さん。じゃあスダドアカワールドとは何か。今とは違う時代、どこかにあるというスダドアカワールドか。問題はそれ自体がそもそもパラレルな歴史なのに、そこからさらにパラレルな世界につながってるってこと。ミッション、影響あるのか。ミッション、見ての通りランタオ島の地形は異世界のデータの干渉を受けて変化してる。他のガンダムの歴史データにもアクセスが確認されてるね。ブレイク現象の規模がどこまで広がるかわからないってことか。今回の私たちの役割は？アルガス王国の騎士団としてミッションに出ることになるよ。え？ロクロア王国じゃなくて？当然その国からはその名にふさわしいガンダムが現れるだろうから、ラクロアの勇者がね。あれがティターンの的。間違いない。そして勇者も来る。行くぞゴッドガンダーム。おお、それがゴッドフィンガーを持つ機体か。導きのハープは私を戦いの場に導いたのか。勇者ナイトガンダム、こちらアルガス騎士団です。おお、ナイトアムロの。あなたの手助けをするように言われてます。必ずや魔王を倒し、ラクロアの地に再び平和を呼び戻す。小隊長、的に向かって冒険の始まりよ。